参りましょうか。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして皆様、本日は雨の中お越しいただきましてありがとうございます。今回竹縄さんとさせていただくきっかけになったのが、この今日メインでお送りします中心蔵の雪晴れという曲です。ビバをやってるということで前にお話しした時に、竹縄さんに中心蔵の曲はないのかと言われたのがきっかけで、雪晴れを私自身もやるきっかけになったんですけれども、そういう曲についてはまたその演奏する前にお話ししたいと思います。薩摩琵琶とさっき言ったんですけれども、琵琶にもいくつか種類がありまして、その中でも薩摩琵琶は薩摩藩の武士たちが演奏していたと言われる楽器で、特に男性が多く演奏していたものになります。なので楽器自体も結構大きく、一番特徴なのがこの大きなバチで演奏するというところです。このバチはツゲの木でできておりますが、楽器本体は桑の木でできてて、そのさっきの叩いたり吸ったりというその激しい演奏方法も特に特徴になってます。で次にお送りしますのが、先ほどの竹の輪の竹さんからもお話がありました、ちょっと私が作ったというコチという曲をお聴きいただきたいと思います。もともと琵琶はペルシャの国から、もともとバルバットという楽器がありまして、それがシルクロードを渡ってきて日本に入ってきて、この琵琶に、そのバルバットは西洋に渡ると、例えばリュートとかバイオリン、ギターに変わってて、実はそういった弦楽器はみんな兄弟だったりするんですけれども、こんなシルクロードを渡って東へ渡ってきたという、東の風と書いてこっちと読みますが、そのようなの流れも意識して作ってみました。本来琵琶は語り物なんですけれども、こちらは楽器の音色をお楽しみください。Bye.
構サラサラっと言ってしまってますが、まあ、次がメインの雪晴れなんですけれども、ビバのもともとの語りの曲っていうのは結構1曲が長いんですね。なのでちょっと皆様次は足も油かくぐらいの楽な気持ちで聴いていただけたらと思うんですけれども、雪晴れの曲、竹野さんに忠臣蔵あるんですかと聞かれて、師匠に聞いて、ああそういえばあったよっていう話を聞いて、それがきっかけで始めたんですけれども、実は師匠、私の師匠もやったことがない曲だったんですね。その師匠の師匠が持っているやっていた音源がありますよということで、そのテープを頼りに自分で楽譜を起こして練習を始めたのがこの雪晴れという曲なので、ちょっと自分自身の中でもいつも以上に楽譜を作るところから入ったということで、すごくやりがいのある曲でした。そしてそうですね、忠臣蔵のお話は皆様もご存知かと思うんですけれども、長いお話の中の内入りの部分のところです。琵琶というのはその崩れという結構激しくその戦いのシーンを表したりする手という、まあ、そのメロディーでもないんですけど、そういうのがあるんですけれども、この雪晴れは基本そういった激しいところが実はない曲で、初めて琵琶を聴く方にとってはかなり渋すぎるくらいのちょっと曲目に実はなるんですね。お稽古もしてもらいながら、この曲は派手なとこがないから逆に難しいよねという曲なんですけれども、その分とてもちょっと勉強にもなって、また演奏する時もとても気合が入る曲なので。ちなみにどこかね、この曲は人前で弾くのはこちらで初めてになりますので、初披露でございます。ね、初公開ですし、多分これを演奏するのは12月のみだと思います。期間限定、冬季限定の曲目です。内容はそのお手元の歌詞も見ていただけたらとは思いますが、その打ち入りの前からその果たすまでの物語を語っております。と、足は崩してますか？では雪晴れをどうぞお聴きください。
この求心四十七勇士忍びて待ちしこの余韻に主君の仇を報いんと今さえはゆる雪を蹴立てて吉良の屋敷に攻め入りん
がき関君も報いなく。消えなばいかに歌方の恨みをおもめめんが思いもよらぬ住み小屋に人あるけはい。さてこそと引き上げ見れば紛れなく元のりにはの傷の跡。さらんばと礼を厚くして自害を切に進むれどそれなを否む未練さに大石今はと心を決め君が恨みの担当を持てつかも取れとさしとす縄の線がくじ君の墓前に見しるしを備え祭りておいしが世近き長き日を浮世の絵にし立ち切りて今日のこの趣味
だいまごむねん話したり。告げければ一度も感極まりて言葉なく基本めでたい曲がなく、こういった何でしょう、その諸行無常であったり草の物語を語るんですけれども、その中でも特に無念の気持ちが強い曲だなと私の中ではこの曲は思っております。今日の着物なんですけれども、あのいつもよりも若干地味かなとは思ったんですけれども、こちらちっちゃくてん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 ってなってるんですけども、こちらその江戸小紋という、あその昔ながらの江戸の伝統工芸の着物がございます。その中の大正あられという小紋なんですけども、こちらがの昔藩によってその上下その着てる服の何でしょうね、柄というかそういうのが決まっておりまして、その中の大正あられというのは阿公藩のもんなんですね。他にも行儀であったりいろいろなものがありますけれども、それを思い今日はこの着物を着てきました。うん
がとうございます。出来上がってるね。最後にちょっとやはりこちら宴の前にこの曲は重いなとずっしりするので腹切っちゃった自分が切っちゃう切り終わって昨日が12月14日がその忠臣蔵の討ち入りの日ということなんですけれども、昨日12月14日はそうですね敵その主君であった浅野匠頭が祀ってあるその今もあります高輪の仙岳寺、こちらで義祀祭ですねというのがありまして、そういうのも毎年行われているそうです。最後はもう気楽に終わりましょうこの後宴に続きますように、皆様もご存知の年末ということと来年も良い年でありますようにということで、日本らしく桜桜で終わりたいと思います。